長野オリンピックの期間中、全国から5500枚のファックスが NHK に寄せられました。ジャンプ日本代表原田雅彦選手へのメッセージです。子供からお年寄りまで様々な人が原田選手への思いを記していました。原田選手、弱さも強さも含み込んで柔らかく美しく開花したあなたのジャンプにいつもいつも感動しています。あなた自身のために飛んでください。私たちはみんなあなたの笑顔に励まされています。原田選手、銅メダルおめでとう。原田選手が笑った顔は僕が笑った顔とそっくりです。僕も原田選手みたいに鳥になりたいです。2月15日ラージヒル個人戦、原田選手はメダルをかけてスタートゲートに立っていました。高いぞ、立て立て立て、立ってくれ、立った。転倒すれすれで持ちこたえた136メートルの大ジャンプ。ヒーロー原田雅彦の誕生でした。1998年2月7日、長野オリンピックが開幕しました。これまでで最高の72の国と地域から2300人の選手が参加しました。今世紀最後のウィンタースポーツの祭典です。原田選手らジャンプチームの一行は直前まで札幌で調整を続け、開会式当日白馬に入りました。開会式の予算見られました？いや、見てないです。ちょうど飛行機乗ってました。史上最強と言われるジャンプチーム、札幌オリンピック以来のメダル独占の期待が高まっていました。29歳の原田選手にとって長野は3回目のオリンピックです。雪の降らないところから長野オリンピックを見に来る方もいると思うんですよ。でジャンプを始めてみるという人もいるはずなんですよ。その人にですね、いやー、やはり原田選手のジャンプは違うというようなことを印象付けるジャンプ、うわあ、なんか原田選手羽がついてるみたいだなというようなこう錯覚すら起こすようなジャンプができるといいんですけどね、前回のリレハンメルオリンピック団体戦で原田選手は忘れることのできない体験をしました。西方選手、岡部選手、そして笠井選手、3人が飛び終えた時点で日本は2位を大きく引き離してトップに立っていました。最後に飛ぶ原田選手に金メダルがかかります。原田が105メーター前後飛びますと勝ちますね。決まりですね。決まりですね、はい、金メダルに向かいます。風はいいですよ。少し弱いですが、原田どうだ、遠い、高さはある、金メダルに向かう、おーかーっと落ちた、
途中で落ちてしまった。大事な場面での失敗ジャンプ、日本は無念の銀メダルに終わりました。あれから4年、雪辱をかけて臨んだ長野オリンピック。ジャンプ競技の舞台となる白馬ジャンプ競技場です。2月11日はノーマルヒル、ジャンプ競技最初の種目に3万3000の観衆が詰めかけました。おはようございます。どうですか。原田選手は今シーズンワールドカップでノーマルヒル4戦中3勝を挙げ、圧倒的な強さを見せています。オリンピックでも金メダル候補の筆頭に挙げられていました。原田選手の故郷北海道上川町では、父正勝さんと母美智子さんがテレビを通して息子の姿を見守っていました。原田選手、長野オリンピックでの初ジャンプです。原田のジャンプを見せてくれるか。風は向かい風、来た。ポーンと高さはある、高さはある、そして伸ばしてきた。経点を超えてきた。91メートル50の最長不倒、1回目トップに立ちます。気持ちよく飛べたという原田選手、上空に高く舞い上がる原田選手らしいジャンプでした。すごく今リラックスしてますね。今リラックスしてますよ。もう楽しくてしょうがないですね。もうね、最高のジャンプ、最高ですね。もう一歩いきますよ。期待してくださいね。しかし2回目の競技が始まると、白馬特有の風がいたずらを始めます。原田選手の前、ソイニネン選手の時になって、ジャンプに有利な向かい風が強くなりました。ランプが赤、まだ赤、風を均等な条件の中で飛ばせるために待ちます。プレッシャーもちろんありましたよ、はい、風の状況はよく分かりませんけども、いつも通りの自分のジャンプをすべきだというふうなことに集中してましたね。金メダルがかかった原田選手の2回目です。この時、風は不利な横風に変わっていました。ダンプが赤、青になった。その中で風を待ってスタート。強くいって、原田の高さどうか。距離的にも、そしてランディングでも厳しい84メーター50。
リレハンメルと同じ2回目での失速。原田選手は5位に落ちてメダルには届きませんでした。まあ、相変わらずですね。まあ次があるじゃないかというふうにだけですね、私としては。悔しいですね、やっぱりね、表彰台の一番高いところ狙ってましたから、残念ですけども、しかし、なんて言いますか、非常に原田をね、アピールできた試合でもあったと思いますし、今度はラージヒルですから、ジャンプの醍醐味もね、お見せしたいと思いますから。はい、メダルをかけた最初の試合、5位に終わった原田選手に激励のファックスが寄せられました。原田さん、5位入賞おめでとうございます。世界第5位、これって本当すごいことです。でもやっぱり悔しいですねって言ってましたね。笑顔だったけど本当に悔しいっていうのが伝わってきてジーンときました。4年に1回のオリンピックです。思いっきり楽しんでください。中年の星、原田選手さんへ。あなたの笑顔に励まされた中年男が何人もいるはずです。どうぞ肩の力を抜いて、そして負けてもいいじゃないですか。あなたの笑顔が金メダルなんですから。ジャンプチームのリーダーとして常に明るく前向きな発言を貫いてこられたこと、立派だったけれど見ていてつらかったです。日本国民からの期待とか前回の雪辱とかはもう頭の中から振り払ってください。長野の冷たく澄んだ青空の下、一瞬だけ鳥になること、ただそのことだけを私は原田選手に祈ります。原田選手が生まれた北海道上川町、かつては林業で栄えた人口5500人余りの小さな町です。長野オリンピックへの出場が決まってから町では原田選手の活躍に期待をかけてきました。上川町の星ですよね。あれが原田のいいとこでないですか、うん、次にね、頑張るっていうね、その意気込みっていうかね、うん、今では使われなくなった小さな町営のジャンプ台、ここから原田選手の競技生活が始まりました。運動神経抜群と町内でも評判だった原田少年は、地元のジャンプ少年団からの誘いで8歳の時ジャンプを始めました。誰よりも遠くへ、そして鳥のように高く羽ばたきたい。原田少年は練習に明け暮れました。中学1年生の時全国中学選手権で優勝、3年生でジュニアの日本代表にも選ばれました。建設業を営みながら息子を育ててきた正勝さんと美智子さん、少年時代のスクラップを今でも大切にしています。ちなみに一番印象に残ってる記事ってどれですか。やっぱりあれだろうな、中学のこの辺じゃないかね、これを見るともっと前にね、
きこそものの上手なれかな、やっぱりね。好きだったな、小さい時からジャンプが、うん。どんな感じで練習してたんですか、小さい時。とにかく、今日も声をしてね、雪降ったり風あったりするけれども、こんな日でも出てくるんだから、とにかく一日も休まなかったわ、練習はね。高校に進学した原田少年は、抜群の跳躍力を生かした高いジャンプで世界を目指しました。将来の目標。目標はオリンピックに出たいと思ってます。当面次のオリンピックは、はい、その代表を狙ってますか。はい、うん、まあ、一つは日本を背負って立つような、はい、ね、いいジャンパーになってください、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。原田選手が母校の後輩に宛てて送った便りです。大切なものは少年時代の夢や希望や憧れに対する純真さと素直な思いを忘れずに持ち続けること。少年時代の気持ちに帰り、大きな舞台で精一杯のジャンプをすること。オリンピックに向けた気持ちをそう綴っています。鳥のように高く遠くへ羽ばたきたい。オリンピック出場の夢が叶ったのは92年のアルベールビル大会でした。 V 字ジャンプをいち早く自分のものにした原田選手はラージヒルで日本人初の4位入賞、世界のトップジャンパーの仲間入りを果たしました。そして迎えたリレハンメルオリンピック。原田選手は日本のエースとして団体戦のラストジャンパーに抜擢されました。非常に気分がいいですね。気分がいい、気分がいい。もう晴れ上がった空のようですね。いけそうですね。非常に気分がいい。もういい、いいわ。期待してます。はい、ありがとうございます。いけいけ原田、いけいけ原田。選手は大会の4ヶ月前に結婚したばかりでした。奥さんの恵子さんが新婚旅行の代わりにと応援に駆けつけていました。今日は金メダルがかかってますけど、ぜひ金メダル取れればいいですね。原田選手に何か一言言うとしたら、ね、緊張するとダメなんで、特別な大会だって思わないで、いつものようにリラックスして飛んでいけたら。金メダルに向かいます。風はいいですよ。少し弱いですが、原田どうだ、遠い高さはある、金メダルに向かう、ボーガーッと落ちた、途中で落ちてしまった。いろいろ考えましたけども、でもうまくスタートを切ったつもりだったんですけどね。やっぱり硬くなっちゃいました。そうですね。この日から原田選手はこれまでにないスランプに陥ります。
しまう。リレハンベルの翌年、海外の試合で結果を出せなかった原田選手は代表メンバーから外されてしまいます。国内に残ってトレーニングを続けていました。明るい性格でこれまで困難を乗り越えてきた原田選手、しかしオリンピックでの失敗からなかなか気持ちの切り替えがつきません。以前のように遠くまで飛ぶことができない。原田選手は完全に自信を失ってしまいます。どん底に陥った原田選手にとって心の拠り所になったのが、リレハンベルでの体験を共にした妻恵子さんの存在です。リレハンベルの翌年、娘のアイナちゃんも生まれました。原田選手をもう一度長野を目指す気持ちにさせたのは、恵子さんの何気ない言葉でした。リハメルオリンピックがね、終わってから成績が落ち込んだ時もね、ずっと一緒でしたから、すごいこう分かってくれてると思うんですよね。ですから非常にそのうまいアドバイスの仕方で来ますから、非常に私も考えさせられるんですよ。選手をやってる以上で、以上やっぱり究極を求めてほしいですよね。あなたはジャンプを好きでやってるんでしょ、それだったらもっとしっかりやりなさいっていう感じかな。ジャンプしか知りませんから、結局子どもの頃からね、まるっきりもジャンプしか知りませんし、あとやっぱり他の世界を教えてくれるのは妻であり子供であると思うんですね。そういった意味ではその非常にその自分の世界がこう広まるんですよね。非常にそれもそのスキーに影響すると思うんですよ。ただこうまっすぐジャンプだけやってきましたけども、もういい年になりましたからね、こればっかりじゃやっぱり自分も疲れるし、そういうのをこう自然にこう教えてくれるのはやっぱり家族じゃないかなと思うんですけどね、うん。オリンピックを1年後に控えた去年1月、ワールドカップ白馬大会を前に原田選手は現地で合宿に入っていました。自分本来の高いジャンプを取り戻したい。白馬のワールドカップで結果を残さなければオリンピックへの道も険しくなります。ワールドカップ白馬大会はオリンピック本番のラージヒルを舞台に開かれました。長野の前哨戦、原田選手はこの大会に自らの復活をかけます。会場には恵子さんとアイナちゃんの姿もありました。この日は恵子さんの誕生日です。1回目5位につけた原田選手の2回目。復活をかけてほしいラージヒル2回目。助剣、助剣はいいですよ、はい、体出ました。スーッと
といって高さはもちろんある原田、そして持ってきた K 点を大きく上回る130メートルの大ジャンプで3位入賞、待望の表彰台です。やった、戻ってきました原田。今日は日本復活の日か。130メーター、復活と見ていいですか。はい、何回も復活しますから、これからも何回も復活します。応援してください。誕生日の恵子さん、この日の復活ジャンプは何よりのプレゼントになりました。おめでとう、誕生日おめでとう。まさひこおめでとう。なんでわーめでる。白馬のラージヒルでの大ジャンプに原田選手はオリンピック本番への自信をつかんでいました。2月15日、長野オリンピックのジャンプ競技はノーマルヒルからラージヒルへと移ります。原田選手はこれまで2回のオリンピックでまだ個人のメダルを手にしていません。ノーマルヒルでは5位に終わった原田選手、次のラージヒルが最後の個人種目でした。やはり勝利することですよね。夢の舞台だった時期はもう私にとっては終わってるんですよね。もう今回で3回目になりましたんで、そろそろ夢を現実にというオリンピックでしたから。ラージヒル当日、白馬ジャンプ競技場は3万5000人の大観衆で埋まりました。それはもう金メダルしかないでしょう。誰ですか。原田に金メダルを取ってもらいたいですね。原田、まさひこ頑張れ。とにかく僕はね、まさひここの4年間のね悔しさをね絶対に爆発させなきゃね、男じゃない、絶対に頑張ってほしい。娘の愛菜ちゃんと妻の恵子さん、生後4ヶ月の優雅くん、原田選手は妻と2人の子供に見守られていました。ノーマルヒルでは横風のため失速してしまった原田選手、この日も目まぐるしく風向きが変わり、コンディションは不安定でした。1回目、原田選手がスタートする直前、それまで不安定だった風が選手に有利な向かい風に変わりました。できた。89キロ台。あっと揺れながら粘り粘り。ギリギリのところ。K 点近くまでは持ってきました。はい、よく失敗を犯しましたね。120メーター。1回目は6位。原田選手は力みから踏み切りのタイミングがずれ、
空中でバランスを崩していました。しかし何とか風に乗ってメダルを狙える位置につけました。1本目はねやはり少しタイミングが早かったですね。風の条件はまずまず公平っていうかのいい条件だったのにかかわらずちょっと早かった。ただあのやはり、早いなりに、120m で、まあ、ごまかして十分次を狙える位置についたっていうやはり力ですね。1回目を終わって1位の選手との差は飛距離にして12メートル。2回目で K 点をはるかに超えなければ逆転はできません。原田選手の狙いはあくまでも金メダルでした。2回目向かい風が一段と強くなり大ジャンプの条件が整いました。さあこの後日本の原田風よ来い。風が来た。 110m 付近は非常にいいですよ。風が来た。アプローチもよし。オリンピックの舞台ですから、飛びすぎを気にしてもしょうがないですからね。もう足をね、もうね複雑骨折する思いで飛びましたね、もうね。さあ原田因縁の2回目。よっしゃ高いぞ。立て立ってくれ。立った。ものすごいジャンプできました。飛距離はビデオで計測が可能な135メートルを超えていました。着地の衝撃でスキーにひびが入るほどの大ジャンプでした。原田選手の飛距離が出ないまま競技は続けられました。1回目4位につけていた船木選手。さあ船木です。91.6km のスピード、これも高いぞ。高い。 130m ラインまで来ました。 132m50 トップ。船木選手、このジャンプでラージヒル日本初の金メダルを決めます。原田選手の名前は全員のジャンプが終わっても電光掲示板に出ません。メダルには届かなかったのかと諦めていました。まだ135メートルまで行ったんで記録が出てないんですよ。あ、そうなんですか。でも1位にこれ表彰台上がってることは間違いないんですけども。あ、入ってるんですか僕。あの飛型点が低いとかじゃなくて。いやいや、まだ記録は出てないんですよ。電光掲示板にまだ原田さんの記録が正式に記録されてないんで。まあしかし2回目はすごかった。私はね、まあでも1回目失敗しちゃったからね。いやー船木よかったね。おめでとうございます。本当にでも原田さんも2回目は原田さんのジャンプを見せてくれたと思います。そうですね。あと 4m いかなかったかな。ジュリーと呼ばれる審判団は原田選手の飛距離の測定を続けていました。
競技が続いています、はい、それほど破格のスケールを超えたジャンプを原田がしかも2回目に見せてくれました。あ、今原田のポイントが出ましたが、あ、原田は3位で銅、船木金、総員年第2位、原田銅、日本ラージヒルは金と銅。目測の結果、飛距離は136メートル、ジャンプ台記録を塗り替えての銅メダルです。嬉しい笑顔ってやっぱり何回見てもいいですね、うん、やっぱ2本目結構 K 点もかなり超えてきたんで、もう我を忘れてしまいました。いやもう嬉しいですね、はい、あのフラワー持ってらっしゃいますけれども、それはどなたに？もちろん妻に運んでいくつもりです、はい、もう奥さん試合前からあのお子さん連れてらして、ずいぶん大変な中ずっと見守ってらっしゃいましたけれども、奥様に一人花持ってからね、今ね、お子さんもお二人とも目の前でお父さんの銅メダルをご覧になっていたと思いますけれども、やったよパパは本当にやったやった。3回目のオリンピックで手にした個人初めてのメダルです。原田選手、本当にありがとう。よくぞ見えない壁を乗り越えてくれましたね。実は私はあなたの失速してしまう姿、失敗の後に悔しさを出せない姿に自分自身を見ていたのだと思います。私もやれる気がしてきました。私は明日大学受験です。原田さんのジャンプで勇気がすごく出ました。私も明日大ジャンプをしてきます。辛い思いや悲しい思いを胸に秘めていつも笑顔の原田さん、工藤アナウンサーの立て立て立ってくれの叫びは日本全国民の叫びだった。おめでとう原田さん、そして感動と笑顔をありがとう。ジャンパーにとっては当然怖いはずですし、危険がありますよね。そこを恐れずに行ったんですから、もうあとは僕らは立てって言うしかない。彼がいろいろこういろんな経験をしてきた後のあのオリンピックのジャンプだから、立ってくれっていう気持ちになりましたけどね。工藤アナウンサーは4年前リレハンメルでも実況を担当していました。原田どうだ、遠い高さはある、金メダルに向かう、どうか、落ちた、途中で落ちてしまった。2回目での失敗ジャンプを見ていた工藤アナウンサーは、今回ラージヒルの2回目、因縁という言葉を使いました。さあ原田、因縁の2回目。あれでもし落ちて因縁の2回目、また
失速原田、彼の人生ものすごく重くなりますよね。その僕は危険性がある言葉だとは感じてましたけども、でも絶対その後この4年間のことは僕らが伝えてあげるっていう気負いみたいなのもありましたけどね。因縁の2回目ですよ。リレハンメル以降、原田選手は銀メダルのメンバーとして公の場で挨拶するとき、いつもこう切り出しました。リレハンメルで落ちた原田です。同じ銀メダルのメンバーだった西方仁也選手はそんな原田選手を間近で見ていました。やっぱり講演会とかいろいろ話の席では、必ずと言ってもいいほどこう、いや失敗したねって言われたりとか、笑っていれば失敗しなければよかったねとか、よく言われてましたけど、でもそれをいちいち気にしないしてたらやっぱりすいませんって謝んなきゃいけなくなると思うんですよ。それを全部笑い飛ばしていっていたのはかなりこうやっぱり自分でも悔しい反面辛い面、それをやっぱり帰って笑ってごまかしてるようにしてたんじゃないかなと思いますね。そういうふうに リレハンメルから4年、原田選手はラージヒルで悲願のメダルを手にしました。残るは団体戦での金メダルでした。今日のことは今日で、また団体戦は団体戦でこう気持ちを切り替えて応援もしたいですし、本人もそうしてくれると思ってますから、それとはまた別に新しく、やっぱり一番大事な仕事が残ってますから一番大事っていうのに思えるけど、やっぱり前回のその失敗ジャンプっていうのを今度は成功ジャンプで、お返しをするというか、でそうしてもらいたいですね。団体戦を前に原田選手への激励のファックスは3000枚を超えていました。頑張れ頑張れ団体、原田さんのあの感動の涙がもう一度見たいです。パパ頑張ったよを聞かせて。原田さん、30歳になっても大丈夫、末永く頑張ってください。俺も65歳でダンプを運転して頑張っている。団体も期待する。母は仰ぐ。ラージヒル観戦時、母は日本選手の番になるとテレビ画面に向かって右前方からうちわで仰ぎ、向かい風を送っていました。今日も母は仰ぎます。2月17日、団体戦の朝です。白馬は前日の晩から激しい雪に見舞われました。ジャンプ台では夜明け前から整備作業が始まっていました。日本の4年越しの金メダルがかかった大切な試合、少しでもいい条件で選手たちに飛んでもらおうと係員総出の作業が続きました。
ラージヒルで原田選手が見せた大ジャンプも測定できるように、新しく140メートルラインが作られました。午前7時、開門です。金メダルの瞬間を少しでもいい場所で見ようと深夜から並んでいた人たちが押しかけました。2時から並んでましたからね。おい、トップやった、トップやった。原田のジャンプを見るためにもう今日は絶対金です。日本は4年前あと1本どころで逃しましたよね、はい、いやその屈辱をね、原田が絶対果たしてくれると思います。もう期待してます。原田さん、おはようございます。原田さん、おはようございます。もう一丁、もう一丁、頑張ってください。試合開始の1時間前、いつもより入念にウォームアップを続ける原田選手の姿がありました。リレハンメルではプレッシャーがかかる4番目を務めた原田選手、今回コーチたちは原田選手にのびのびと飛んでもらいたいと3番目に選びました。4番目に飛んで、雪辱をというふうによく言われるんですけども、私だけのオリンピックじゃないですからね、こればっかりは、4人の選手が臨むオリンピックですから、僕の雪辱のためにただ飛ぶわけじゃないですからね、他の選手がね。頑張れ。午前10時、降りしきる雪のため30分遅れで試合が始まりました。日本の1番目は岡部孝信選手、原田選手と同じリレハンメルオリンピックのメンバーです。行った行った、厳しい条件の中で距離を伸ばしていきました。岡部、雪の中121メートル50、日本2位につけました。2番目は斉藤博也選手です。さあ粘ってこい、粘ってこい、粘ってこい、粘ってきた。大ジャンプを見せた斉藤、130メートルの大ジャンプ、日本トップに躍り出ます。3万5千人の大観衆が3番目の原田選手を待ちます。しかしこの時、横殴りの雪が一段と激しくなります。この日にかけてきた原田選手、最悪の状況で1回目のジャンプを迎えます。激しく降り続いた雪によってですね、ほとんど前方が見えない状況、それから雪によって、助走の時のスピードが出ない状況になりましたから、非常にピンチだと思いました。5年前とは違う原田がここにいます。さあ厳しい条件の中、原田1回目、79メートル50の失速ジャンプ。
悪天候の中、自分本来の力を出すことができませんでした。1回目を終わって日本は4位と窮地に追い込まれます。まあ、前回のオリンピックのように、その自分の失敗でメダルを逃すということだけはちょっと避けたいので、頑張ってもらいたいです。恵子さんは2回目の競技を前に会場を後にしました。リレハンメルに続く団体戦での失速ジャンプ、原田選手は大きく動揺していました。またみんなにね、迷惑をかけるんではないかというふうに、飛び終わった時に実際思いましたね。いつもしないようなその何か失敗をすると、もうこれやってしまうとね、オリンピックって本当に一戦だけですから、失敗しないようにもう4年何年もかけてトレーニングしてきてるはずなのに、どうしてまたここで出るのかなっていうふうにやはり感じますね。天候が回復しないまま2回目の競技が始まりました。しかし雪の影響で外国選手も飛距離を伸ばすことができません。審判団は競技を中断し、2回目をやり直すことを決めました。これまでの記録をキャンセルといたします。試合を20分延期し、11時15分セカンドラウンド開始予定といたします。この中断が原田選手に味方します。切り替えがね、非常に上手だというふうに言われながらもですね、さすがに切り替えがなかなかつかなかったですね。まあ、天候の関係で延期になったことがですね、だいぶ私にこう落ち着きを取り戻せてくれたのも事実ですから。中断の間に雪が小降りになり、2回目の競技が再開しました。日本1番目の岡部選手、トップとの差は 13.6 ポイント、飛距離にして7メートル50です。ポイントは本当多少十何点かそのぐらい差ないから、全然なんていうんですか、普通に飛べばまだまだチャンスはあるっていう感じで、2本目でみんなまたベストジャンプすればいいと思ってましたけど。トップに出るには130メーター以上欲しい。さあ低く飛行曲線でいった、伸ばしてくる、伸ばしてきた、大ジャンプだ岡部、大ジャンプだ。前回の銀メダルメンバーとして底力を見せた岡部選手、原田選手の失敗を取り返す137メートルの大ジャンプ、日本再びトップに立ちます。2番目は安定感抜群の斉藤選手、
自分のジャンプをすることだけに集中していました。まあ、原田さんがね、あの状況でもやっぱ原田さんは 100m は飛んでくるだろうと僕は思ってたんですけど、まあ、それに失敗もついてしまったんでね、2本目僕が上がっていくときにはもう団体戦では失敗ジャンプっていうのは1人1本っていうかね、1本のジャンプしか許されないと思ってるんで、もう失敗できないなと思って2本目はもうかなり集中して飛びました。斉藤選手は124メートル、日本トップを守ります。2回目のジャンプを前に原田選手はスタート台に向かう通路の中でこれまでの自分の競技生活を思い返していました。小さい頃から夢に見てきたオリンピックの舞台、自分の力を信じて飛べば必ず結果はついてくる。原田選手はそう言い聞かせてスタート台に向かいました。原田選手の襟元から覗く紫色のアンダーウェアと白い手袋、リレハンメルのメンバーだった西方選手と笠井選手のものです。原田選手はこの朝2人から借りてきました。自分たちの思いも一緒に背負って日本代表としてジャンプを飛ぶっていうことを考えて、それでそれをこうずっと思いながらきっと4年間考えてきたんだろうな、いや頑張ってきたんだなと思います。すごいなと、あんな原田君見たのは初めてですし、やっぱり4年間っていうのは彼にとってすごいこう重圧感のある日々をずっと過ごしてきたんじゃないかなと。いよいよ原田選手の2回目です。今度は高いか、よし大丈夫だ、高い、高くて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 いった、よっしゃ大ジャンプだ原田。ここ一番で大ジャンプ見せました原田。別の世界に飛んでいった原田。銅メダルを取った個人戦でのジャンプをさらに上回る137メートルのスーパージャンプでした。
またジャンプ台記録を自ら塗り替える大ジャンプ原田。今も中日本の4番目は船木和喜選手。初めてのオリンピックで務めるラストジャンパーの大役です。重圧感っていうのがすごい体に感じて、すごい結構落ち着かなかったんですよね。上にいても正直言うと不安みたいなと自信みたいのが半々で、こんな感じなのか原田さんの前の気持ちっていうのは、あの前のオリンピックの気持ちっていうのは。金メダルに向けた船木選手の2回目。さあどうだ船木、全てこの人にかかってきた。よし、切れた、切れてきた、伸ばしてくる、伸ばしてきました。大きく伸ばしてきました。船木125m 125m、金メダルを獲得しました日本。最強のメンバーを揃えた日本が長野で大きく大輪の花。日本ジャンプ史上初めて団体戦での金メダル。コーチも選手のもとに滑り降ります。この4年間待ち続けてきた瞬間です。やったー、お気持ちです。4人力合わせてさ、金メダル取ったの。4人助けをさ、渡し合ったんだよ。みんな最高だ。でも原田さんも自分のジャンプもあるけど、よく日本チームをここまで引っ張ってらっしゃいました。これじゃないよ、やっぱりチームメイトみんなでね、頑張って。これじゃないよ、みんなだんだ、みんなお客さんもみんな頑張ったな、本当に。どうぞどうぞ。リレハンメルオリンピックから4年、家族や仲間、そして声援をしてくれた人すべてに贈る金メダルです。
常に私もあのジャンプ、期待されててですね、金メダル、銅メダル、銀メダル、どれかもうぜひ取ってくださいというふうに期待も大きかったんですけども、私自身何かこうメダルよりもですね、何か価値のあるものをいただけるようなオリンピックになるんではないかというふうに感じてましたから、はい。もう何でしょう。まあしばらくしてね、いろんなことがこうまとまって答えは出るんでしょうけども、本当に感動をもらったというふうに思いますけどね。涙を隠せぬその笑顔、本当の原田さんの笑顔を見た気がします。パパはやったよと言えるよう私も頑張ります。ありがとう。風をつかみ白馬をジャンプする姿はまさに大きな鳥のようでした。原田選手おめでとう、そしてありがとうございました。元気をもらいました。原田雅彦選手が長野オリンピックで飛んだ6回のジャンプ。